はい、こんにちは。今日はですね、iPad で画像合成をするやり方を紹介していきます。この前ですね、ちょっと質問をいただいてて、写真の背景を切り抜いて違う画像と合成させたいっていう質問がちょっとあったので、まあ、それを iPad でやるやり方を今日はね、解説していきます。そんなに難しいことはやらないので、簡単にサクッとやるやり方をね、やっていきたいと思います。で、使うアプリなんですけど、今回はピクセルメーターというアプリを使います。これ結構画像加工のアプリとしては有名だと思いますね。初心者の人でも結構使いやすいので、600円ぐらいだったと思うので、ぜひダウンロードしてみてください。で、最近ね、これピクセルメーターフォトっていうのも出てきて、これでロー現像とかもできるアプリが出てますね。これ今ちょっと研究中なので、また皆さんにシェアします。で、ピクセルメーターなんですけど、こんな感じ、ちょっと動画流しますね。こんな感じですぐに色が変更できたりとか、あといらないものをサクッと消したりとか、こういうエフェクトみたいなのがたくさん追加できたり、あと歪みもあります。で、文字も追加できると。あんまり文字の機能は良くないですけど、でもまあいろいろこんな感じでできます。で、今日やることなんですけど、この2枚の画像を使ってやっていきます。このレモンを持ってる手の画像と、このグレープフルーツの画像。この画像を2つを組み合わせます。で、すごい簡単にこの青色の背景っていうのを切り抜けるので、で切り抜いた画像をこのグレープフルーツの方に持っていって、まあ、サクッと合成をやっていきたいと思います。はい、じゃあ始めていきます。まずピクセルメーター開いて、一番初めにやることが写真のインポートですね。左上のプラスボタンから写真っていうボタンあるのでそれ選択して、で、さっき選んだ画像ですね。これを入れ込んでいきます。でですね、まず最初にちょっとツールの使い方だけさっくり説明しておきます。左側をシュッとこうやってスワイプすると、ここにレイヤー情報っていうのが見れますね。どんどん画像が重なっていきます。で、右上にバーがあって、ここのブラシのところを押すと、マルタッチだったりとか、さっきの歪みだったりとか、あとはカラー調節とかができますね。で、その横にあるプラスボタンは、画像を追加したりだったりとか、あとテキストの追加と図形の追加っていうのもできます。で、まあ、その横は設定だったり書き出しなんですけど、メインに使うのはこのブラシのマーク。ここが一番使います。こことレイヤーの左側のパネルを使って、画像を作っていきます。でですね、まず最初にこのブルーの背景を取っていきたいので、この、ブラシのアイコンのところから選択を押します。で、選択をしたら、いろいろフリー選択とか、クイック選択とか、色選択とかっていうのが選べるんですね。なので、今回はこの中から色選択っていうのを選んでいきます。青いところだけを切り抜きたいので、色選択です。で、押したら、この状態で青いところを選択して、左右にドラッグしてあげる。そしたら、どれくらいこの色を取りますかっていうのが、今、パーセンテージで出てるんですけど、ここから、まあそうですね、これぐらい。選択してあげる。で、もうこれだけです。すごい簡単ですよね。色を選択してドラッグして OK です。で、右上、完了ボタンっていうのがあるので、色選択できたら完了を押す。で、そしたら、ホームの画面戻ってくるので、この状態で選択したところを長押ししてください。そしたら、削除っていうボタン出てくるので、削除を押すと、今選択した範囲っていうのが消えます。で、この真ん中のところもね、ちょっと残っちゃったんで、さっきと同じようにブラシのところから選択で、色選択で、同じように削除で消してあげます。はい、で、もうこれで切り抜き完成です。すごい早いでしょ？ぜひね、色選択覚えてみてください。で、こっから背景に画像を持ってきたいので、この背景の画像を選択します。で、今、左側のレイヤーとこ見てもらうと、レイヤーが今一番上にいるので、それを、下に持っていってあげる。ぐっと長押しして、下に持っていってあげると、レイヤーの順番が変わります。
でですね、次色の調整をしていきます。で、色調するときは右上のブラシボタンから進んでいくんですけど、まずですね、左のレイヤーのところからどっちのレイヤーの色を変えますかっていうのを選んであげなきゃいけないんですね。なので今回はこの手の方を先に色調整するので、手のレイヤーを選択した状態でカラー調整のボタンを押します。で、そしたらこんな感じで、右側にパネル出てくるので、この上のところだと、プリセットですね、色のプリセットがいろいろ用意されてたりとか、あともっと細かくやりたい人はこの下の、レベル補正と呼ばれるものだったりとか、あとこうやって下に行くと、まあ、色温度みたいなのも変えられます。ちょっと温かめの色にしますね。で、一番下がトーンカーブですね。トーンカーブはこうやって S 字を作ってあげるとコントラストが高まるので、ここでちょっとシャドウの部分をね、しっかり締めてあげます。で、できたらですね、右上の適用ボタン押します。で、こんな感じで手のところ完成なので、次、下のグレープフルーツの絵ですねを色調していきます。で、今回は、エフェクトを追加っていうのをクリックしてください。さっきはカラー調整をしたんですけど、次はエフェクトを追加で、色を変えていきます。で、このボタンを押すと、下にですね、いろいろこのエフェクト効果がたくさん出てくるんですよ。で、例えば一番左のブラーってやつだと、こうやってダイアログぐるぐる回してあげるとだんだん背景がボケていったりします。で、こういうエフェクトがたくさんこの下に用意されてるんですね。で、例えばこういうビネットとかだと、こう周りが暗くなったりする加工が簡単にできますね。で、あとはヴィンテージはね、フィルターがたくさんあります。ヴィンテージフィルターが6種類7種類ありますね。で、白黒とかもあるし、あとライトリークっていうのは結構面白いですよ。ライトリークはこういう光の加工がこうやってすぐに反映されて、角度を選んだりとか、この光の大きさとかを選ぶことができるんですよ。で、これもたくさん種類があるので、まあ、興味ある人は見てみてください。で、これはボケ味っていう、まあ、ライトリークと同じような感じなんですけど、ライトの加工、丸い玉のライトの加工が現れます。で、これはね、焦点です。焦点はこうポイント打ったところだけくっきりして、あと違うところはボケたりする加工ですね。で、あと面白いのはこれパンプですね。パンプはすごい超簡単にこの魚眼レンズみたいなのが作れるっていう加工ですね。結構面白いですよね。なんかに使えそうかなと思いつつ、何も思い浮かばないっていう感じです。でですね、今回はブラ、さっき紹介したブラですね、ぼかしの加工とか、まあ、あと他にももうちょっとオーソドックスな加工をこれ付け加えて最終化させていきたいと思います。まあ、ブラー追加して、ボケ味でちょっとなんだろう、こういうファンシーなライトをつけてあげようと思ってます。で、これ注意してほしいのが、このエフェクトを追加っていうのを完了ボタンを押しちゃうと、もうそのエフェクトが固定されちゃうので、戻ってエフェクトを修正することができなくなっちゃうんですね。なのでちょっとそれはピクセルメーター要注意です。一回完了したら戻れません。ここですね、ここをしたら戻れなくなっちゃうので、これで OK かっていうのはしっかり確認してから完了ボタン押してください。はい、じゃあこんな感じで完成になります。ちょっと大げさめにぼかしたりして分かりやすいように作ってみました。
で、さっくり簡易的な合成なので今回はそこまでね、フォトショップみたいにすごい超リアリティのある合成みたいなのはなかなかピクセルメーターでは難しいんですけど、まあ簡単にそのオブジェクトの背景だけサクッと抜いてやるとかだとこっちでやった方が早いと思います。でちょっとこうやってズームしてみるとエッジのところとかね少し青が残ってたりしますね。まあまあでも十分だとは思いますけど、まあ、もう少し細かくやりたいって方は、まあ、アートスタディオプロでやるとか、あともうちょっとしたらねフォトショップが出てくると思うんでそれまで待つだと思います。はい、楽しみですねフォトショップ。で私今まで画像合成のやり方とかいろいろこのチャンネルでも紹介してるので、それは再生リストを作ってあるのでよかったらその画像加工の再生リストを見てください。はい、ということで今日は以上にしたいと思います。ご清聴どうもありがとうございました。バイバイ。